は。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、サイレント第4話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、今週もいいですね。はい。サイレント。そしてまた、一つ大きな何かが起きましたね、はい。関係性の変化がまたちょっとね、起きましたね。何かを取り戻す人がいて、何かを手放そうとするが、人がいてっていう、なんかね、はい、ところですね。はい。はい、7分。はい。目黒さんと鈴鹿さんとの部屋で2人ね、残ってのところ、うん、名前を呼ぶところなんですけども、うん、こう、なんていうのかな、この名前を呼ぶまで、の葛藤がこうとても見える、うん、非常に繊細だけどこうちょっとね強いんですよね、うん、一つ、ハードルを超えるというか、うん、でその後も温かく優しくいい2人は交流をしていたと思いましたね。いい演技でしたね、うん、ここ2人とも。そう、ここいいですよね、うん、しそもそも2人にするっていうのがまずいいにくいところですよね。そうだね。そう、うん、ね、ちゃんとその登場人物を退場させて2人の状況を作って、うん、何か深いところまで行くっていういいところでしたね。で目黒さん視点から撮ってる時に無音にするっていうのがノイズが全部切ってあれすごいいい演出ですね。こんない世界に生きてるんだ、彼はっていう。ね、素晴らしいよね。うん、すごかったですよね。そう。はい、うん、やっぱ音に対するこだわりっていうのがすごくありますよね。あるよね。うん、声もね、そうだし、うんね。名前を呼ぶとかっていうのはね、うん、ね、本当にそうですよね。うん。素晴らしい。はい。はい。で、次が17分。はい。ね、そんな目黒さんがね。はい。川口さんと、まあ、鈴鹿さんがこう2人で戯れているところというか、ね、うん、犬と戯れているところを見つけてるところを見つけてしまうところなんですけど、まあ、そんな長くはないんですけども、うん、なんだろうな、目黒さんのこう非常に切なく体に響く、うん、いい演技でしたね。まああんまり見たくないというか、でもまあ気になるし、うんうん、素晴らしい反応だったと思いますね。ね、そうですよね。なんだろう、こう蓋をしてるけどやっぱり本当はっていうのがパーンって出てきてしまうっていうね、うん、すごくいいところでしたね。うん。はい。はい、で次が32分。はい。ね、実際こう目黒さんがフットサルにね、はい、来てのはいいんだけど、うん、こうやっぱり行くのやめようかなっていう、参加するかどうか迷うところがあるんだけど、うん、なんだけどなんだろうな、こう明るいんだけどちょっと不安で、うん、行きたいけど行きたくなくてっていう、うん、ドラマだよね。葛藤のある、うんうん、いい体に響くいい演技でしたね、うん、なんかこう自分を、うん、なんかこう大丈夫だろうか、昔の仲間の中に入れるだろうか、うん、でもね変わってしまってみたいな、うん、のがよく見えてたね。よかったと思いましたね。そうですね、揺れ動いてましたよね。なんかよくなんて言うんだろうな、こう目の前にやってても思い切れないみたいなところやっぱりよくわかるというか、うん、なんだろう、その葛藤が伝わってくるというか、うん、ありますよね、うん、こうなかなかちょっと踏ん切りがつかないみたいなところね、うん、そうでも入ってしまうとやっぱり昔の時間が蘇ってきてっていういいところでしたね。うん、そうなんかね、ああいうノリわかるよね。うん、ああそう、なんかういういうみたいなね、なんか昔のねなんか空気が蘇ってきてみたいなところですよね。うん、素晴らしいところでしたね。うん。はい。で、次が38分。はい。まあ、川口さんがね、鈴鹿さんに、まあ、目黒さんのことを言うところ。うんうんうん。コート脇で2人で話すところですよね。まあ、フットサルのことを話しながらっていうところなんだけど、うん、まあ、丁寧で繊細な、やっぱここも演技ですし、まあ、それがではないんですけど、それをきっかけにか、うん、鈴鹿さんを大きく変えてしまうっていう。そうですよね。ある決断に至らしめるというか、なんかね、そういうところですよね、あそこはね。そう。なんか、そうですよね。その思いの強さみたいなのを知ってしまったからこそ、ね、背中を押されてしまうというか、そう。鈴鹿さんの役もすごく揺れててっていうところですよね。優しく繊細にね、揺れるんだよね。で、その後の目黒さんと鈴鹿さんのこう自販の前でのところ、はい、これもね、素晴らしかったですね。相手にこう必死にこう渡そうとする、思いのある素晴らしい交流ですよね。やっぱりでも、ここは一つ、こう、障害になる、耳が聞こえないっていう、まあ、障害があるから、でもなんかその言葉以上のものでこう感応し合っているっていう、とてもいい演技ですよね。何が起こってるのか、その言葉とかその文字とかではなく、いろんなことでこう察知してしまうっていう、素晴らしい演技だったと思いますね。素晴らしかったです。本当に、そう、本当にすごく繊細なところを描いてますよね。なんかこう簡単には言葉にできないような部分。けど、それを実際にね、演じられて、ドラマとして見ると、すごくよくわかるとか、すごく心にね、響いてくるような情景をすごく描いてますよね。いや、よかったですよ。今回もよかったですよ。いや、そうですね。やっぱ2人のシーンが効いてきてますよね。大体、最初と最後に2人のシーン、はい、配置されてますけど、やっぱそれがね、ことごとくいい。ですよね。やっぱ2人で話すから深いところまで話したり、ね、他の人がいない場所で話すからっていうところですよね。いやなんかね、本当になんか繊細なんだよね、全部ね。そうですね。いいですよね。そう、繊細な部分をすごく丁寧に描いてる、ね、いいドラマですよね。はい。そんなサイレント第4話のベストシーンをちょっと上げていきましょう。はい。第4話のベストシーンはやっぱりここですよね。38分以降のやっぱり目黒さんと鈴鹿さんの自販の前でのところがやっぱり素晴らしかったですね。こう思いの丈みたいなのを相手に必死にこう渡そうとしているというか、障害があるんですけどね、一つ、障害があるんだけど、それを超えて相手に渡そうとするっていう素晴らしい演技だし、仕掛けだし、ですごく強い強固なつながりになっているし、素敵でしたね。素晴らしかったですね。いいシーンですね。やっぱこう、壁が高ければ高いほど、それを乗り越えようとする力が働くから、ね、すごくいい強い力になってますよね。そう。いやこれすごいね。これまだ4章なんでしょ ?4話だから。あと、ね、まだ半分以上あるっていう。半分以上、結構もう手札を出してるようなニュアンスはありますけどね。ね、最初のその三角の関係が、もうちょっと、ね、次ではもう、こう、崩れるというか、組み替えられるというか、なんかね、っていうところまで来てそうな感じですけど。すごいね。いや、どういうところにね、たどり着くんですね。まあ、しかし、本当に、面白いね。いや、そうですね。なんか本当になんだろう、こう、ドカーンっていうのは来ないんだけど、その。でもなんか、一つ一つをちゃんとやってるから、ちゃんと丁寧に、そのキャラクターにとっての重大なものを積み重ねてるから、本当面白いね。そうですね。なんかこう、劇的な事件とかは起きないけどっていうところですよね。日常のやっぱりちょっとした波みたいなものをちゃんと拾ってるというか、っていうところですよね。そう。22分ぐらいかな、手話教室の、風間さんのシーンで、その手話ができるからって、別に相手とつながれるわけじゃないんだっていうのをすごく、その言葉はわかるからって別に相手と通じ合えるわけじゃないみたいなところでは、そりゃそうだなと思って、うんうん、そうですよね。なんかやっぱ人間だから合う合わないとか絶対あるから、そう言われてみれば当たり前だけど、いやそうだな、その通りだなと思って、そうなんかそういうところもやっぱりねありますよね。うん。はい、というわけで、はい、サイレントの第4話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクスなどなどお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。